もう1点、今回全体を見ますと、自民党がですね、まあ、不戦敗も含めて3敗全敗ということになりますけれども、この結果を受けまして、その早期解散をして真を問うべきか否か、代表のどのようにお考えでしょうか。はい、私も会見で繰り返し申し上げてまいりましたが、なぜ岸田派のトップである岸田総裁がですね、何の処分もないのかと、まあ、分かっているだけで3年間で3000万円のパーティーの報告漏れがあるわけですから、これは安倍派のキックバックよりも私は立ちは悪いというふうに思います。まあ、理由がですね、特にそのパーティー券を扱った人が誰か分からないから報告をしていなかったと、それは全く理由にならないと思いますので、まあ本来事務局長以外の政治家が処分をされるべきだというふうに思いますが、まあ、記者の皆さん方からの質問に対してもですね、岸田総裁はそのことについては国民と党員に判断してもらうと、まあ、そうおっしゃってるわけですから、一日も早く解散をしてですね、国民と党員にその判断が正しいかどうかということを問うていただきたいというふうに思います。NHK の谷井です。今回自民党が参拝したこと の敗因というか、他党の敗因を聞くのもおかしな話なんですけど、このことが意味することと、今後の政権運営にどのような影響を与えるか、また国会の方は後半国会で政治改革の議論が本格化していきますが、こうした状況の中で維新の会として国会にどのように臨んでいくのかお聞かせください。はい、自民党さんが参拝されたということはですね、先ほども言いましたが、この国民また党員の皆さん方の意思が反映されているということだと思います。私も地元へ帰ったり全国回らせていただいていますけれども、永田町で流れている空気よりもですね、私は国民の皆さん方はかなり怒っておられると、もう怒りは頂点に達しているような雰囲気があります。ですから、その空気を見誤ると、私は大変なことになるんじゃないかなというふうに思っていますが、具体的にやはりこの先週から立ち上がりました、政治改革特別委員会、こちらの方でですね、国民が納得、なかなか納得していただけないと思いますが、ある程度そうなのかと思えるようなですね、結論を出すということが必要だと思いますし、維新の会としてもそういう方向で議論を進めていきたいというふうに思います。特に2点、1つは平成元年に自民党さんが独自で策定された政治改革大綱、これは中身よくできていますから、これに基づいてですね、議論をするように我が党としては先週、特別委員会でその旨を申し上げています。今の自民党の考え方では、適当にお茶を濁して終わろうかというような感じがしておりますので、我が党としてはそういうことは許さないという態度で臨みたいと思います。でもう1点は旧文通費の問題です。これは我が党から申し上げて、もう2年半が経とうとしていますので、2年半がもう経ったんですね。ですから、棚ざらしにしたまま、この自民党がほっかむりをして、知らん顔をするということになれば、大変な問題だというふうに思いますので、この旧文通費の問題についても、今回のこの国会の議論でですね、必ず結論を出すということで、これは国会議員団一致団結して今臨んでいますので、必ずそういう方向に導いていきたいというふうに思います。